どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、マリオットボンボンホテルに新しいオファーがね来ておりますので、本日はねこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで今回ですね、このマリオットホテルのオファーとですね、それと一緒にこちらのねマリオットボンボイクレジットカード、こちらを持っている方にもですね、まあ同時オファーみたいな感じで来ておりますので、今回のオファーはですね、まあこのオファーが来たからといって、まあわざわざねこれを目当てに泊まりに行くっていうよりかはですね、まあこれからね優勝のマリオットホテルね予約持っている方はですね、まあ結構いいのかななんていうふうに思いますので、まあマリオットボンボイカードね保有されている方、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。それはね今回のオファーのね詳細いきたいと思うんですけども、ここにねマリオットのねアプリの画面ね出しておきます。今回のねオファーに関してはマリオットモンムホテルのねオファーっていう風になりますんで、エントリーもね必要なんですけども、マリオットのアプリもしくはウェブ版でねエントリーすることができますので、ちょっとね今ここに画像出てると思うんですけども、このトップページからですね下の方の、アカウントってところに行くと、プロモーションっていうのがね出てると思いますので、このプロモーションをね押していただきます。そうするとですね、ちょっと私はねエントリーしてしまったんですけども、このね2回目の滞在から対象となるこちらのオファーですね、まあこちらがねあるかななんていうふうに思いますので、こちらからねエントリーねするようにしてください。でどうやらですねこれね来てない方もね一部いらっしゃるようなので、ちょっとねこれ対象者の方がですねどんな感じになってるのかちょっと分かりませんので、まあひとまずね利用されたい方はこのページねチェックしてみていただければなと思います。で今回のオファーねちょっとキャンペーンって言わせていただきますけれども、まあ今回のキャンペーンは2回目の滞在から対象となる滞在で毎回ボーナスを獲得できますということで、まあこれも多分ね無理やり日本語に戻したした感がね非常にあるかななんていうふうに思うんですけども、スペシャルオファーは12月15日までボーナスポイントが獲得できますということで、ちょっとね私がまとめたのをねちょっとここら辺にね出しておきますけども、今回のねキャンペーンはマリオットボンボイホテルに2滞在目からですね2000ポイントのボーナスがねもらえるキャンペーンっていう風になります。またねこちらのマリオットボンボイクレジットカードありますよね、こちらを保有されている方はさらにね2000ポイントがもらえるオファーっていう風になります。でこちらね先ほど言った通りエントリーがね必要っていう風になりますので、先ほどねマリオットボンボイアプリかウェブ版の方でねエントリーね確実にしてください。で今回のねこのキャンペーンのエントリー期間なんですけども、2022年の12月の1日までっていう風になりまして、宿泊期間ですね2022年の9月の21日から2022年の12月15日までっていう風になります。で対象料金なんですけども、今回のねこのキャンペーンに関してはポイントが獲得できる料金がね対象っていう風になっておりますんで、まあ基本的にはねどの宿泊プランでも今回のこのキャンペーンね対象にはなるわけなんですけども、ポイント泊ありますよね、あと更新特典の無料宿泊特典ありますよね、まあああいったお金を伴わないね滞在に関しては今回のねオファーは対象外っていう風になります。でポイント付与なんですけども、今回のキャンペーンはこのマリオットボンボイホテルのオファーとこのマリオットアメックス持っている方のねオファーがねこれ一応分かれてるんですよね。ですんでちょっと分かりづらいと思うんですけども、どちらもね2滞在目からしかねポイント2000ポイントねもらえないわけなんですけども、このマリオットのねオファーに関してはチェックアウト完了後7営業日以外にねポイントが付与されるっていった形になります。またねこのマリオットボンボイプレミアムカードの追加のさらに追加でもらえる2000ポイントに関してはプロモーション終了後最長6週間以内にね加算っていった形になります。ですのでまあ覚えておいていただきたいのは、マリオットボンボイホテルのねオファーとこのマリオットボンボイクレジットカードのオファーですね、まあ両方ともねキャンペーンが別になっているっていう風になりますんで、ポイント付与されるねタイミングが分かれるっていう風になりますんで、ちょっとね分かりづらいですよね。まあ一応ねこうなっておりますので、一応分かれているよっていうところはですね覚えておいていただければなと思います。で今回のねこのキャンペーンのね注意事項なんですけども、このオファー、このキャンペーンですね、2022年の9月の21日からね開始っていう風になりますんで、まあ、この動画が出ているの何日だ9月の7日っていう風になっておりますんで、このキャンペーンで、ね、まだ開始になっておりませんので、今ねすぐエントリーして宿泊してもねボーナスポイントもらうことができませんので、この点はねご注意ください。それではですね、今回のキャンペーンなんですけども、マリオットボンボイホテルのオファーのキャンペーンと一応このねマリオットボンボイクレジットカード保有者のねキャンペーンが分かれているっていう風になっておりますんで、マリオットボンボイホテルのねキャンペーンの方から解説しますと、
2滞在すると2000ポイントがもらえるキャンペーンっていう風になります。ですので東京のマリオットホテル泊まってリッツカールトン泊まってですると2000ポイント、2滞在目から2000ポイントがもらえます。ですので3滞在目すればまた2000ポイント、4滞在目で2000ポイントみたいな感じで、まあ2滞在目以降からですね、全部優勝ですけどもね、はい、2000ポイントずつねもらえていくっていう風になります。でこのマリオットボンボンのねクレジットカードのこれを持っている方のキャンペーンですね、こちらに関しては1滞在目に東京マリオットホテルに宿泊しますよね。で2泊目にリッツカールトン泊まるとしますよね。そうすると2滞在目からプラスで2000ポイントがもらえるっていう風になりますんで、まあ、先ほどマリオットホテルのキャンペーンで2000ポイントで、このマリオットボンボンクレジットカードも有しているキャンペーンで2000ポイントということで合計4000ポイントがもらえるっていった形になります。でこのマリオットボンボンクレジットカードのキャンペーンの方はちょっと分かりづらくてですね、1ブランドごとに2000ポイントがもらえるっていうキャンペーンなんですよね。ですので今の例でいくと東京マリオットホテルに1泊しますよね、まあ、1滞在目なんでポイントはもらえません。で2滞在目だとマリオットホテルのキャンペーンで2000ポイント、マリオットボンボイクレジットカードのキャンペーンで2000ポイントで合計4000ポイントがもらえますよね。で3泊目ですね、まあ、3滞在目ですね、3滞在目にこれでウェスティンホテル東京に宿泊したとすると、3滞在目でこちらも4000ポイントがもらえます。マリオットの2000ポイント、マリオットボンボンアメックスのキャンペーンで2000ポイントということで4000ポイントがもらえます。こういった形になるんですよね。でこの3滞在目を今ウェスティンで言いましたけれども、これを1泊目東京マリオット、2泊目リッツカールトンで3泊目東京マリオットっていう風にすると、これはですね2000ポイントになっちゃうんですよ、3滞在目がっていう感じになりますので、1滞在目2滞在目で利用したホテルで3滞在目4滞在目とかにね入れてしまうと、その過去にね宿泊してるんで、そのマリオットボンボンクレジットカードの方のキャンペーンはね適用にならないっていう風になりますんで、まあ、この点はね覚えておいてください。まあ簡単に言うと1ブランドね1回しかこの2000ポイントはもらえないっていう風になりますんで、これねちょっと分かりづらいですよね。これもちょっとね私文章規約ね読んだんですけども、ちょっと分かんなくて結局ねデスクの方に連絡したら、この過去にね滞在したホテルに関してはその3滞在目4滞在目5滞在目とかに入れてしまってもこのキャンペーンはね適用にならないっていう回答でしたので、まあ、この点はね覚えておいていただければなと思います。ということで今回ですね、ちょっと速報でマリオットボンボイホテルのねオファーが来ましたので解説させていただきましたけども、まあ今回のキャンペーンね、まあ最大でも4000ポイントっていう風になりますんで、まあ日本国内のねマリオットホテルだとまあ結構ねお値段しますので、まあ、これを狙っていくっていうのは本当にボーナスポイントプランですごい安いプランとかね、出たらね、まあ、いいのかななんていうふうに思うんですけども、まあ、現状はね、なかなか、すごいお得かっていうと、まあ、利用する機会があったらいいんじゃないみたいなね、まあそういった感じですかね。今ねマリオットボンボイプレミアムカードね、新規入会キャンペーンね強化されておりまして、動画解説ね出させていただきましたけども、いやね、この強化されているタイミングでね来ておりますので、宿泊予定ねある方いらっしゃると思いますので、ぜひねエントリーして9月の21日からっていう風になりますんでね、利用予定ある方はですねぜひエントリーね忘れずにしていただければなと思います。ということで今回の動画ねちょっと簡単な動画になりましたけども、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方、いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。